七クマ。俺前から気になってたんですけど。どうした森。うちの会社ってどうして男ばっかりなんですか。ああ、気づいちゃったか。俺は若林健吾、29歳。今日は年に一度の繁忙期。普段より早い時間から働いているが、まだ終わりは見えてこない。別に理由があって男が多いわけじゃないんだけどなあ。うん、それにゼロってわけじゃないだろ。伊藤さんとか山口さんとか。そりゃゼロじゃないですけど。森って共学出身だよな。え、そうですけど。俺中学高校男子校で、大学も同じ学部には女子が5人しかいなかったから、今の状況にあんまり違和感ないんだよな。マジっすか。感じ方は人それぞれなんだよ。はあ、でも正直な話、出会いがなくて困りません？え？いや、社内恋愛に期待していたわけじゃないっすよ。でも職場の女性同僚に紹介された相手と付き合ったってパターン、俺の周りでは結構多いんですよ。ああ、それは、うん、俺の周りも結構いる。紹介ってよりも合コンが多いかな。橋本さんの周りもそうですか？そういうのちょっと羨ましくないですか？まあちょっとだけな。そういえば彼女とかって。あれ？いないよ。いたこともない。そうなの？え？一番付き合いが長い橋本さんも知らなかったんですか？ああ、若林とは大学で知り合ってもう10年ぐらいの付き合いだけど、そういえば彼女の話とかしたことなかったな。若林さん、外見はまあ平凡だけど、中身は普通にいい人だし仕事もできる。女性に特別嫌われる要素がないのにどうしてって思われてそうだな。あー、ちょっとトラウマがあって女性が苦手だったんだよ。今は普通に話せるけど。そうなんですか。今は本当に平気なのか。お、会社の女性とも取引先の女性とも話してるだろ。恋人がいないのは単に仕事が忙しくて時間がないだけで。そういうことなら。ああ、合コンだ。え？いいって、俺のことは気にしなくて。ねえ、本当に。俺はいいと言ったんだが、二人があまりにも心配するので断りきれず、俺は人生初めて合コンというものに参加することになってしまった。橋本が予約してくれたのはカジュアルなレストランだった。肩肘張らなくて良さそうな雰囲気でよかった。無理だと思ったらすぐに行ってくださいね。俺がついてるからな。大丈夫だって。トラウマなんて言い方したのが良くなかったかな。もうかなり昔のことだからそんなに気にしないでいいんだけど。そんなことを考えていると相手の女性たちがやってきた。はじめまして、橋本くんも久しぶり。おお、久しぶり。こっちは同じ会社の若林と森だ。森です、よろしくお願いします。はじめまして、河合です。はじめまして、若林です。ほらな、初対面でもちゃんと話せるだろ。相手の女性は3人、全員華やかで綺麗だったが、とりわけお嬢様っぽい女性だけなぜか俺を見て驚いたような顔をしていた。泉ほのかです。はじめまして。ん？どこかで会ったかな。各自の自己紹介が終わったので、料理が運ばれてくる前に男女が隣同士になるよう席を変えることになったのだが、え？なぜかさっきのお嬢様っぽい子が一目散に俺の隣に腰を下ろした。若林さん、出身地はどちらですか？え？七熊ですけど。私もです。へえ、そうなんですね。やっぱりどっかで会ったことあるのか。それとも何を飲まれますか。そうだな、距離が近い。もしかして泉さん俺に気があるとか。ないない、一目惚れされるような外見じゃないだろ俺は。若林さんは七熊のどの辺に住んでたんですか。東京にはいつ頃。中学で一度引っ越して。若林頑張れ。いつでもフォロー行きますよ。トラウマから時間が経っているとはいえ、女性と接する機会がなかった俺は
積極的な泉さんに戸惑いが隠せなかった。少しだけ別の場所でお話ししません？え？じゃあ連絡先だけでも。え？展開早くない？参ったな。ご迷惑ですよね。 いえそういうわけじゃ。そんな俺に見かねた橋本がフォローに入ってくれた。実は若林はずっと男子校で困ってるんじゃなくて緊張してるんだと思うよ。そうなんですか。もしかして女性は苦手だったり？あ、今はもう。でも中学生ぐらいの頃は結構緊張しちゃいましたね。何かきっかけがあったんですか？はい、軽いトラウマというか。私のせいだ、ごめんなさい。泉さんはそう言うとなぜか涙をこぼし始めた。え？どうしたの、ほのか？俺謝っても許してもらえないよね。若林、お前何したんだよ。何のこと？俺は何もしてないって。とはいえ泉さんは俺が話している途中で泣き出したわけで無関係とは言い切れなかった。これ使ってください。でも気にしないで。若林くん、やっぱり優しいな。なんで私のノートにセミが？どうしよう。大丈夫。同じクラスの若林くんは頭が良くてテストはいつも一番だった。そんな彼に私は密かに憧れていた。でも彼の家は貧乏で、それを理由に女子から嫌われていたから、私も嫌っているふりをしていた。小学生の頃の私は毎年誕生日会を開き、クラスメート全員に誕生日会の招待状を配っていた。若林くんにも渡したいな。誕生会をきっかけに仲良くなりたい、そう思っていたのだけれど。ほのかちゃん、若林は誘わない方がいいよ。プレゼントに虫とか持ってくるかもよ。あいつの家貧乏だからね。周囲の女子にそう言われて誘いにくくなってしまった。だから私は。若林くん。え？私の誕生日会に来れば美味しいごちそうが食べられるけど来たい？と高飛車な態度で彼に声をかけた。土下座すれば招待状をもらえるかもよ。プレゼント用意できるの？無理でしょ、貧乏だもん。行きたくない。私は若林くんに決定的に嫌われてしまったのだった。若林くんが女性が苦手になってしまったのは私のせいだ。やっぱり思い出せない。はい、女性になれるお手伝いを私にさせていただけませんか？でも泉さんに罪悪感を覚えてもらう必要はないんだけどな。いいんじゃないか。そうすれば彼女も気が楽になるだろうし、若林も女性になれられる。お互いにとって利益になるんじゃないか。そうかな。ぜひお願いします。真剣に見つめられて俺はうなずくより他なかった。その週末、泉さんに提案されて俺は彼女と出かけることになった。映画を見て食事をして、まるでデートみたいだ。俺のエスコートはお世辞にもうまいとは言えなかったが、泉さんは嫌な顔一つしなかった。すみません、何から何まで不慣れで。そんなことありませんよ、若林さんは優しいです。さっきの食事の時だって冷房が当たっていた私と席を交換してくれたじゃないですか。いや、それは当然のことで。そんなことありません。そうですか。はい。泉さんにそう言われて俺はちょっと自信が持てた気がした。よかったらまた会ってもらえませんか？はい、ぜひ。俺が彼女を誘ったのは女性になれたいという気持ちもあったが、一番は次こそは前にいつ会ったのか聞くぞ、それが気になっていたからだった。
でも彼女が涙をこぼしていたのを思い出してしまい、俺は聞く勇気が出なかった。あの時は周囲に知人がいたから何ともなかったが、もし一対一で女性に泣かれたら対処できる自信がない。あの若林さん、手をつなげるか試してみませんか？え、はい。ドキドキしますが嫌ではないです。よかった。泉さんはそう言って嬉しそうに笑った。その後も俺は泉さんと女性苦手意識克服リハビリと称したデートを重ねていったが、俺は肝心なことを彼女に聞けないままだった。今日もリハビリっすか？え、そうだけど、どうしてわかったんだ？わかりますよ。だって朝からウキウキしてるじゃないっすか。ね？うん。そろそろ本気で付き合いませんかって提案してみてもいいんじゃないか？そうだな。二人の言う通り、俺は彼女と会うのが楽しみになっていたし、彼女を素敵な女性だと思っている。でもな、全然思い出せないんだよな。よし、これで勉強しろ。え、本？橋本から手渡されたのは一冊の本だった。しかも官能小説。お前これ！お疲れ。まったく。その日は泉さんと映画を見る約束になっていた。一緒に見た映画には泉さんおすすめの俳優が出ていて、俺の好きな監督がメガホンを取っていた。あのクマが出てくるシーンはドキッとしたな。うん、しかも7頭も。絶対に逃げられないって思ったところで、あのヘリコプターがやってきたから声が出ちゃいそうだった。わかる。と思わず席に座ったまま感想を話し込んでしまうほど面白かった。失礼します。あ、はい。俺たちも出ましょうか。はい。やだ、ごめんなさい。いえ、大丈夫です。俺たちの前を通った人が俺たちのカバンを倒してしまい、中に入っていた荷物のいくつかが外に出てしまった。それらを拾い集め、泉さんのものは彼女に渡したのだが、はい、あとこれ。はい。え、これ。え、わっ。俺は橋本から一方的に貸された本を間違えて彼女に渡してしまった。あ、いや、これは違って、勉強しろって渡されただけで。若林君、そっか、こういうことも克服したいと思ってるんだ。若林さん、行きましょう。え、なぜか足早になった彼女について行った先は高級ホテルだった。ここは父の経営してるホテルの一つです。へえ、本当にお嬢様なんだな。このホテルの中におすすめのレストランがあるのかな。そう思ったが、彼女に連れて行かれたのは夜景が見える客室だった。泉さん？私なんかで練習になるかは分かりませんが。そう言って彼女はなぜか服を脱ぎ始めた。何してるんですか？若林君が女性が苦手になったのは私のせいだから、責任取るから。ちょっと待って、君がそんなことをする必要はないんだ。俺のトラウマは父親のせいなんだ。え？俺がまだ小学校低学年の頃、父親の浮気相手が家にやってきて修羅場になったことがあった。それがきっかけで両親が離婚、俺は母親に引き取られ、一気に貧乏生活になった。中学に入る前に父親が浮気相手との関係を清算し、生活費や学費を払うことを約束してくれたので、中学高校と男子校に進学することができた。最初は何が何だかわからなかったが、大きくなるにつれて事情を理解できるようになり、女性関係で人生が狂った父親を見て、俺は女性を怖いと思うようになっていた。だから泉さんが気に病む必要はないんだよ。そうだったの。でもそんな複雑な状況だったあなたに、私はひどいことを言ってしまった。ひどいこと？当時の俺を知っているってことは小学校の、あっ、もしかして4年生の時に同じクラスだった大金持ちのお嬢様？やっと思い出してくれたんだね。思い出さないでくれた方が良かったかもだけど。ごめん、当時いろいろあって小学校の頃の記憶が曖昧なんだ。
それは仕方ないよ。確かに俺悔しい思いはしたけどさ、そのおかげで絶対金持ちになってやるって思えたんだ。今では起業して会社の社長になれた。ここまで来られたのは君のおかげだよ。それにずっと後悔してたんだろう。君は十分反省してる。俺は恨まないよ。若林くん、え、社長だったの？あれ、言わなかったっけ。そういえばこのホテルのオーナーとも別件で取引してるんだ。泉さんのお父さんだったんだね。聞いてないよ。今日は私の誕生日。小学生の頃に自分がしたことを考えると、若林くんに誕生日を一緒に過ごしてほしいなんて言えないよね。今の私たち、付き合ってるかどうかも曖昧だし。失礼します。え、若林くん？泉さん、はい、これ。え、お誕生日おめでとう。若林くん、昔意地悪された仕返しだよ。どう、恥ずかしい？うん、嬉しい。あれ、失敗しちゃったか。じゃあ俺はこれで。待って。え、私をあなたの恋人にしてください。おお、泉さん、はい、ぜひ。こうして俺は小学校の同級生だった泉さんと恋人同士になることができた。これからはリハビリではなく本当のデートだ。そして来年も彼女の誕生日を祝えたらいいなと思っている。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。